はい、年の差恋愛で実際に私のね、メールアドレスに寄せられた20代女性の意見をまとめてみました。前回はですね、40代とか50代の男性だったら当然こうあってほしいよと、そうじゃないとちょっと恋愛したくてもできないじゃないのっていうね、そんなご意見をまとめてみましたけども、今回はそもそも恋愛対象に入りませんっていうね、そんな男性としては耳の痛くなるようなね、ご意見になってきます。まあでもね、30代とか40代の女性だったらちょっと意見は変わってくると思いますんで、まあある意味しょうがないよねって感じで受け入れてくれるね、そんな気持ちにもなると思いますんで、まあ全く失望する必要はないです。ただ今回は20代の女性を恋愛対象に選ぶ40代50代の男性の、これは注意してねっていう点ですからね。じゃあいきますよ。これからお話しすること当てはまっていたらやべえなと思った方がいいです。20代女性との恋愛はまず無理だと思った方がいいです。いきますよ。1つ目、臭い人はダメです。これね、俺臭くないよねっていう風に感じる男性が多い、だから迷惑だった話なんですよ。前もお話しましたけども、こういったね、匂いに対して責任を持つ男性に40代男性、50代男性なってますかってことなんですよ。香水やコロンをつけろとまでは言いません。でもね、石鹸、フレグランスみたいなのを毎日きちんとつけてないと人間は臭いです。自分が感じないだけです。特にね、タバコを吸われる方とかお酒を飲まれる方の血液はもう臭いですからね。血液が臭いってことはいくらお風呂に入っても臭いんですよ、ね、いわゆる加齢臭ってあるでしょ。タバコやお酒を飲む方は圧倒的に加齢臭が出ますけども、この2つをやってない方って加齢臭はほとんど出てないんですよ。だからね、一部のタバコの原因となる加齢臭、お酒と原因となる加齢臭を出す人がいるがゆえに、加齢臭出さない人までひとまとめにしておじさん臭いって言われるのは、言ってみればね、ちょっと迷惑だなっていうところもあるんですけども、でも本当にね、タバコって血液に染み込んで体中の匂いを作りますからね。髪の毛も臭いですからね。髪の毛のもう何ですかね、表面が臭いんじゃなくて髪の毛そのものが臭いですから。もちろん眉毛もそうですしね、その他のこともそうです。場合によっては汗もそうだし、まあ体液全体がね、もう臭いんですよ。だからなかなかね、女性がね、魅力を感じてくれないっていうか、これ本能的にもそうなんですけども、まあ、ちょっとね、言いにくいことを言いますけども女性からして男性とお付き合いするってことは、まあ、なんて言いますかね、ある程度のお互いの体液を交換するタイミングってあるわけじゃないですか。本能的に言うと、この人の体液を自分に注入されたら危ない、健康を害すると思うから臭いっていう判断になるんですよ。だから喫煙されてる方とか飲酒されてる方っていうのは、その男性の体液を吸収したくないっていう、その防衛本能からですね、匂いからこの人はダメ、生理的にダメってなるんですよ。まさに生理的でしょ。だってその人の匂いを嗅いだり、その人と一緒にいたり、その人の体液を浴びることによって自分の健康が害される、ひいては自分の子供が健康に生まれてこないってことを本能的に感じるから、この人とは絶対恋愛しちゃ本当大変なことになると思って拒絶するんですよ。だから匂いむちゃくちゃ大事なんですよ。匂いの元となるお酒やタバコをもうね、断つぐらいの気持ちが必要なんですよね。いや、これね、もしかしたらこの意見を下さった女性の勘違いかもしれませんけども、でも現実女性がそう感じてるんだったらそれに合わせるしかないんですよ。それを理屈でね、科学的に証明されてんの、エビデンスあるのって言ってももう手遅れですからね。生理的にダメはもう変わんないですから、まあ、ですんでね、喫煙もしないしお酒も飲まないっていう男性は、自分の健康状態やその健康状態の一つのバロメーターである匂い、そしてフェロモンに関しましては女性に全く生理的にダメっていうのをね、突きつけられずに済むってことなんですよ。だからおすすめとしてはタバコやお酒をしないことですよね。まあモテなくてもいいから、もうタバコやお酒するんだとかね、女性の方もタバコやお酒を何ぼかしてるってことでしたらもう耐性はありますから、もしくはタバコやお酒を全然ね、できる、そういうのを受け入れられる女性だったらいいんですよ、
でもどうですかね、大抵は生理的にダメが来ると思いますし、やっぱりね、お付き合いして結婚して家庭とか出産とか考えるんだったら、どっちにしろお酒やタバコは男性もやめますからね。だったら今からやめておけば恋愛の可能性は広がりますよってことなんですよ。はい、次、見た目です。見た目、服選びのセンスが悪い人はダメですね。で、ヘアスタイル気にしない人もダメと。私はスーパーに勤めていたんで、こうやってね、帽子、編みがけ帽子をかぶっていたんですけども、それでもモテる人とモテない人ってはっきり分かれるんですよね。このドモングルリンクルみたいな、こう無菌質の白衣みたいなやつ、帽子取るじゃないですか。でもちゃんと髪が整ってるとかね、ボサボサでないっていうのははっきり分かるんですよ。でちゃんとそれができてないといけない。で、髪型っていうのは普段してる髪型が何もしてない時にも反映されますから、普段いい加減だとどうやってセットしても普段いい加減な方向にまたね、戻っていきますからね、ちょっとしたら。だから普段からちゃんとしてると髪の型ができるんで、あんまり乱れないんですよ。だから自分の仕事はしょうがないよねじゃなくて、やっぱりこう乱れないようにきちんと襟元ね、刈り上げていくとかね、ヘアスタイルは今たくさんありますから、清潔に見えるようなヘアスタイルに普段しておくとか、手口でサッサッサッってやったら治るように型を普段からつけておくっていうのが身だしなみっていうものらしいですね。これ20代の女性から見た40代50代の男性に対する期待ですからね。で、あとはね、過去語りをする人はダメと、一切ダメということらしいです。で、男性の過去っていうのは自分の、女性から見てね、自分の知らない時間のことなんですよ。だから過去語りをする男性って私を放置されてるって思うらしいんですよ。だからどうせなら私も込みでの未来を語ってほしいっていうことらしいんですよね。はい、次、卑屈になる男性はダメですということです。これね、何この人同情誘ってんのみたいな感じで、もうこれも生理的にダメみたいなんですよ。卑屈になる人ね、いやどうせ俺はこうだからとかね、いやまだ全部自分は未熟だからねみたいなことを言う40代50代がダメってことなんですよいや未熟な人とは付き合いませんとかね、いうことになっちゃうんで、やっぱりね、自画自賛はもっと悪いんですけども、少なくとも、自信を持ってね、タイトだけでも、いや自分も大したことないんだけども、だからこそ精一杯やろうと思ってるんだぐらいのスタンスで構えるといいらしいですね。で、それに関連してですね、 NG ワードがあるそうです。俺ももう若くないからねとかはダメらしいですね。あと若い人にはついていけないなみたいな感じとか、で20代の人がわーっと盛り上がってる時に、あみんな若いなとか言ったらもう終わりらしいんですよ。そこに飛び込んでいって一緒に、あ何楽しいのわーみたいな感じで自分も楽しんでいける、自分の目線を20代にちゃんと下げてくれる瞬間がある、少年に戻る時間があるっていう人じゃないとなかなかとっつきにくい、恋愛はできないってことらしいです。あもうこんな歳だよ、もうダメです、いやだんだん無理が効かなくなってきた、もう聞きたくないらしいですね。40代になって50代になってさらに筋肉ムキムキ元気隆々な男性がいいらしいですよね。じゃないと20代の私をどうやって守ってくれるんですかと、家族に対してどういう責任を果たすんですかと、そんな卑猥な精神力と肉体で何をするんですかっていうふうにシンプルに思われます。ですんでね、服を脱いだ時に腹がぽっこり出たりとかダメなんですよ、続かなくなっちゃいます、女性との関係がね。だから胸板がバーンと厚くてね、肩がモリッとしててね、腕がグイッと太くってみたいなところが服を脱いだ時に、もしくは夏場の T シャツの下にチラッと見えるといいらしいですね。でね、スーツを着てる男性とか上着を着てる男性とか白衣を着てる男性でも体格ははっきり出てますからね、服を着れば大丈夫と思っちゃダメなんですよ。でそれを隠そうと思ってサイズ言ってるめのを着ると本当に終わります。そういう人はもうね、選ばれないということらしいですね。ですんで体は鍛えておいてほしいと、趣味が筋トレとかウォーキングっていうのだったら一緒にやりたいっていうことらしいです、すごい腕硬いみたいな感じでね、ちょっとこうぶら下がってみるみたいな感じでひょいっと女の子を持ち上げてあげるとかね、やっぱ20代の女性からして40代50代の男性は戦士なんですよね。戦い抜いて生き残ってきた戦士だから力強くあってほしいと、そして力強い人に自分を委ねたいと思うらしいんですよね。で最後はシンプルです。
車は必須らしいです。いや、車がないといろいろ不自由するんでお願いしますということらしいですね。特に20代の女性から見て40代50代の男性っていうのはお父さんみたいな感じなんですよ。どうですかね、デート、自転車、電車、これはさすがに限界ありますよ。いつもこれだったらちょっとみつぼらしいし、まあはっきり言って友達にもね自慢できないし、あれじゃないですかね、なんか中古だったらシーマとかセドリックあたりでダーンと迎えに来るとかね、まあ新車だったら軽自動車でもいいんでゆったりめのワンボックスとかで来てくれるとかね、そのスマートさも年が離れた男性に対する期待ではあるんじゃないかなと思いますよね。はい、暗くなる話もあったかもしれませんけども、やっぱり真面目に恋愛をしようと思ったらどんな自分だったら求められるのかってことをしっかりと認識しないといけないですよね。ありのままの自分を受け止めてくれる人なんて探したら一生現れないです。なぜならありのままでモテないからなんですよ。私たちはもう40代50代であるってことは、それだけだったら年齢を重ねた不利な部類に入るんですよ。だから年齢を重ねただけあるよねっていう風なプレゼントをどれだけ持っているかっていうのが非常に重要になってきます。それじゃあ本日は以上です。はい、じゃあまたね、ちょっと厳しい意見がありましたら20代の女性ね、今日お話したこと結構ね、ああ自分の意見が反映されてるなって方もいると思いますし、久保さん自分はこんなこと言ったのになんで今回放送してくれなかったのっていうこともあると思います。それは次に回させてください。また厳しい意見がありましたらね、ある程度まとまったらこのコーナーで報告しようかと思います。では失礼します。